フォルツァスタイル編集長の星野です。今日はですね、僕がかねてから気になっている腕時計がありまして、その腕時計に似合う場所として、今日ですねスペシャルなロケーションでお届けしていきたいと思います。ということで、時計専門誌、クロノスの広田編集長にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気持ちいいですよね。気持ちいいですね。コロナ禍でなかなかこういうねシチュエーションでインタビューとか対談ってできなかったと思うんですけど、できなかったですよね。今日せっかくなので、この時計に合わせて、はいはい、お話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、クストス、はい、そうです、今日クストスです、はい、話題はこのね、この魅力、はい、僕も、まあ、スイスの出張行った時も、はい、なんかすごくかっこいい腕時計だなと思って、まあ、船の世界観に合うとかラグジュアリースポーツの雰囲気とか、僕が、まあ、船旅の雑誌の編集長もやってたってこともあるので、はいはい、この世界観結構好きなんですよね。そうですよね。今船旅って話ありましたけど、はい、そのクストスってものすごくね、船旅に合う時計なんですよ。でどっちかっていうと、今のラグスポって、まあ、星葉さん、まあ、はじめ皆さんこのジャンル作りましたけど、ラグジュアリースポーツのそうですね。そうです、そうです、はい、クストスってより、ね、ライフスタイルに寄った感じなんですよ。じゃあ例えばこのシチュエーションにはこの時計、このシチュエーションにはこの時計みたいな、はい、わりかし結構はっきりしてる。ですごく売れたのはこのCライナー、チャレンジ C ライナーの時計があるんですけれども、これも、はい、要はその海で泳ぐっていうよりは、クルーザーとかに乗って、なんとなく、まあ、楽しんだ後にそのまま時計つけて、まあ、プールに行くとか、はい、海で泳ぐみたいな感じの作りになってる時計なんですよ。なるほどね。なんかヨーロッパの人たちのその余暇の過ごし方が、そうそうそう、この時計に感じられるんですよね。そう、だから僕、星葉さんっていうと僕の中のイメージだと、まあ、クルーザーとかヨットとかあれに乗る人なんだろうなっていうのがイメージがあって、でそうなるとまあクストスかなみたいな、はい、船は、ね、持ってないんですけどね。クルージングだったんですけど、僕の場合は、豪華客船に乗ると朝昼晩で、洋服がこう変わるんですよね、はいはいはい、でドレスコードっていうのがちゃんとあって、そのドレスコードに従ってないとなんかあんまりかっこよく見えないというか、で前僕失敗談として、まあ、朝は普通、昼も普通でいいんですけど、夜になって豪華客船の中のレストランがあって、はい、まあ、一応ジャケット着てったんですよ、はい、で白いシャツでネクタイはさすがにしてなかったんですけど、これで行こうかなと思ってジーンズで行っちゃったんですよ。ジーンズダメだったんですよね。僕なかなかそのドレスコードで失敗するってこと今までなかったんですけど、まあ、星葉さんねないですよね。いや船旅ってちゃんとドレスコードあるんだと思って、でそのドレスコードって何ですかって聞いたら、エレガントカジュアルって言って、やっぱりカジュアルなスタイルであれどエレガンスが必要、やっぱり船旅の上でこういうふうに皆さん過ごしているときは皆さんもいるから、その自分だけのことじゃなくて装いをちゃんと合わせましょうみたいなことをされてて、ああ船旅って面白いなと思って、そこからハマっちゃったんですけどね。だからね、そのクストスとか、まあ、このチャレンジの C ライナー、はい、まあ、この時計がいい例ですけれども、昼間これつけたままで OK、はい、でまあまあ食事するときつけても OK、 そうですよね。もう一つポイントがあって、はい、これ殿型樽型のケースですけれども、まあ、100メーターボスなんですよ。それってすごいことですよね。結構すごい。その今までいろんな時計をね見てこられて、防水の腕時計ってなんか丸のイメージあるんですか？そう、基本丸じゃないですか、はい、丸にしないとこうキュッとケースを締めて防水にできないけど、クストストノーで、はい、まあ、いきなり 100m 防水あるんですよ。だから、はい、これつけたまま船乗ってそのままプールで泳いでも OK、 いけちゃう。それは値段的に結構するじゃないですか。まあそうですね、200万以上、200万円ぐらいですよね。以上です。そうですね。なかなかそれつけてっていう人ね、ここに飛び込めないですけど ね。でもこれつけてえいって飛び込めちゃいます。でもその技術力があるってことですよね、これは。で、ね、会社が起こったのって2005年なんですけれども、はい、まあ、サスン・シルマケスって人と、はい、まあ、アントニオ・テラノバって、まあ、テラノバさんはそう、シチリアかな出身のデザイナーなんですけど、シチリア出身なんですね。そうそうそう、だから多分ね、その船に乗るとかっていうのはカルチャーとしてあると思うんですよ。イタリアの人たちってそのライフスタイルを謳歌してるじゃないですか。そうそうそう。僕も例えば知ってるファッションブランドの、はい、靴のブランドなんですけど、はいはい、会長とかになんか着なさいとかって言われて、カプリ島とか行くと、はいはい、何にもしなくていいよと言われるんですよ。で船に乗ってみんなで白ワイン飲んでシャンパン飲んで、美味しいもの食べて日焼けしてて、でなんかブランドの話されるのかなと思ったらブランドの話されずに、とにかくこのライフスタイルを楽しんだって言われて、
でこれがイタリアでこれが我々のブランドだと言って、うん、おなるほどねと。だからそういうシーンにまさに合うんですよ。そうそうそう、だからそういうところから生まれた得意になる。あとね、面白くて普通のスポーツウォッチって、秒針真ん中についてるじゃないですか。だけどこれは61についてスモールセコンド。確かにここですね。だからその秒単位で測るようなごちゃごちゃしたことはいいと、うん、もっと優雅に、もっと優雅に過ごしなさいと、過ごしなさいと。スポーティーな顔してるけど、もっとそうそうそう優雅にっていう、そこがエレガントスポーツですね。そうそうそう、ゆるラグスポみたいな感じですよね。だからこれが真ん中に秒針ついてると、うん、ガチでスポーツやるんだみたいな感じになるけど、まあ、イメージになっちゃいますね、どうしても、うんうん、そんなに秒に追われなくていいんだよみたいな。このその秒針のところのデザインもちょっとスクリューみたいな感じですね。そうですそうです。ちょっとまあ技術的な話になるんですけども、はい、まあ、要はこの動いてればいいっていうアクセントになってるんですけど、ただ重いからちゃんと回しにくいんですよ、はい、でね、そこね磁石を入れて動きをね安定させてるんですよ。だからねちゃんと衝撃を受けた時のこととかも考えていて、で磁石でちゃんと固定してるからショックを与えてもちゃんと回る。すっごいスポーツウォッチの中にいろんな機能が詰まってる。そうなんですね。ただまあそれを全体的になんかスポーツさせずに、まあ、なんとなく星葉さんとか、まあ、あるいはフォルツァの、まあね、見てくださってる皆さんとかこれつけてなんとなくこう船乗ってえいって飛び込んで全然 OK。まあ、デッキみたいですしね。そうなんですよ。ウッドデッキと白のねこのストラップと、そうですそうです、ラバーの、うん、これあとはピンクゴールドですかねこれね。まあそうですね、メッキでこう PVD でかけてるんですよ。であえてその硬い素材を選ぶことによって、うん、そのがっちり使えるような形にしてる、うん、それも含めて面白いですよね。あとまあこの色、確かに色ですけれどね、綺麗なブルーですよね。そう、地中海のブルーみたいな、ね、そうね。だからやっぱちょっとこの色合いって、まあ、スイスの時計メーカーなんですけれども、うん、ちょっとすごく普通は思いつかない色ですよね、うん、白い麻のシャツとか本当に紺のジャケットとか白いパンツとかに合いそうですね。あとまあもう一つ、ね、特徴があって、はい、クストスの時計なんですけれども、ケース横から見るとこういう形のワン曲線、ね、腕にフィットするような、そうフィットするようになってるんですよ。だから全体的にボリュームはあるけれども、はい、腕なじみがいいのと、あと実は意外に時計の全長が短いんですよ、ね、だから一見大きそうに見えるけれども、ここ詰めてるから意外に細腕の人でもがっちりフィットする。あ、そうなんですね。そう、男性と女性でこうペアでしててもかっこいいですね。あ、全然そういう感じだと思います。時計全体 の, その構図設計っていうかデザインがわりかし結構筋肉質にできてるんですよ。要はその筋肉質、そう立体的にして彫ってみたいな感じ。あ、確かにそうですね、じゃないですか。で大きな時計でわりかしぼってりしてると、やっぱその締まった人とかつけるとやっぱかっこ悪いわけです、似合わないわけですよ。だけどこれとかはガチッとケースを立体的に作って肉を削って かなり立体的ですもんね。そうですそうです、本当に。ってなってくるとこう鍛えた人とかにつけても全然いける。なるほどね。その大きい時計としては決して小さくはないけれども、ぼやっとした感じにならない。日焼けが似合いますね。だと思いますよ。僕焼けてないからあれですけど、星野さんとか似合うと本当にすごい。だこれで日本ですごく売れてるんですよ。あ、そうなんですか、うん、一つのアイコンモデルだと思う。クロノスの中ではこのクストスの時計特集みたいなのやるんですか。あ、やりますやります。今度やるんですけれども、はい、まあ、うちはね完全にオタクメディアなので、もっとこうクロノスで取り上げる場合はどういうところにこう掘っていくんですか。こうやって防水やってるとか。あ、それも気になりますけどね。どうして殿型なのに防水100なんだっていうね。でこれね聞いたんですよ、デザイナーの寺野場さんに、はい、どうやってんのか、どうやってんのかって教えないって言われました。で特許も取ったらバレるから取らない、うん、これますます魅力的に思えてきますね。あと値段ですね。値段こちらで、そう220ちょい。そうですね、ちょっとお金貯めます。星葉さんには絶対似合うし、まあフォルツァ見てらっしゃる皆さんはこれはいけるかな。要はそのシチュエーションによって時計変えるって理想じゃないですか。僕らはねオタクだからあれですけど。いやいや、まあそうですね、それこそその男の人の完成形というか、じゃあ空で例えばじゃあ飛行機パイロットでなんか運転するんだったらパイロットウォッチ、はいはいはい、でじゃあ地上で車運転するんだったらなんかドライビングウォッチ、はいはいはい、もう全部陸海空持ってたら男の人はもう一番かっこいいパターンですね。そうそうそう。で、まあ、クストスの場合って面白くて、まあ、その陸海空に合うようにデザインしてコレクション増やしてと、うん、いうことはそれを楽しめるだけの財力も必要ということですね。まあ、あとまあ大人のゆとりじゃないですかね。
ですよね、だからね。だと思います、だと思います。これはますますちょっとこう惹かれますね。で、あとまあもう一つだんだん、まあ、コレクション、まあ、陸海空って言って、まあ、海行ったので、はい、次は陸で、陸チャレンジクロノ、チャレンジクロノです。クロノグラフですね。これなんですけれども、これもトノーでこういう形で、やっぱりこれも防水性の100ある。あ、これもあるんですね。ある。でパワーリザーブがついていて、まあ、要はそのゼンマイの残量が分かるようになっていて、やっぱこれもね大きいけどやっぱ装着感いいんですよね。あ、そうなんですね。ちょっとつけてみようか、うん、かなりスポーティーです、ね、そうなんですよね。これでも僕が好きな、なんかライダースとかに似合いそうな革の。そう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 。あ、でも確かに装着感いいですね。いいです。そうそうそう、うん、星野さん似合いますね。なんか時計が合う腕の形してる。いや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 、あるんです、あるんですよ。かなりメカニカルなデザインですね。そうなんですよね。あ、後ろこれ車のホイールみたいになってるんですか。そう、こういう形でローターをくり抜いて、まあ、その車のホイールっぽくしてると。なるほどね。で乗せてるムーブメントはすごい頑丈なので、わりかしタフに使ってもいけちゃうんですよね。そう、まあ、だからゆるラグスポとは言いつつかなりタフな感じで使える。であとまあそのトルク、まあその針とかを動かす力が強いので、わりかしこう針とか太いじゃないですか。そうですね。でさっき の, その、ね、こちらの C ライナーと同じく、まあ、秒針のところ、これ赤い手裏剣みたいなのがありますけれども、あります、ね、これも結構大きい。確かに。だけども大事なポイントとしては、はい、SD 動いてるけど、まあ、動いてるのが分かればいいってことで、そのガチのスポーツともちょっと違う。なるほどね。そこがちょっとクストスの面白い部分かもしれませんね。そうですね。ちょっとひねりが入って、ひねりがあって、ちょっとやっぱライフスタイル寄りなんですよね。そうなんですね。いい車乗ってそうですもんね、これね。そうそう、これつけてる人はやっぱり。あとまあやっぱりね、クストスの 100m 防水実現できたってことは、ケース の, その機密性がちゃんとしてなきゃダメじゃないですか。そうですね、水入っちゃうんですよね。じゃないですか。だからやっぱそうするとやっぱりこのクロノグラフにしても部品の噛み合わせってすごく正確なんですよね。なるほど。例えばその風防のところこう盛り上がってますけど、はい、縁のベゼルに固定してるんですけれども、はい、そこの部分の噛み合わせがすごく精密にできてる。結局高級車とか見るとそのドアのそのチリがすごく精密に合ってたりするんです。確かに防水もしっかりしてますもんね。ですよね、うん、でここ の, そのドアのチリがパッチリしてるのと同じで、まあ、部品点数これだけ増やしてチリがバシッと合ってて、で防水性が高いっていうのは、まあ、やっぱ技術力ないとできないな。できないですね、うん、高級スポーツ車ですね。そうですね。これはこれで魅力的ですね。そう、海でこれ陸と来て、はい、そして次は空、チャレンジジェットライナーですね。チャレンジジェットライナー、はい、でこれもやっぱりね、そのさっき言ったようにそのスポーツウォッチ、はい、とちょっと違って、要は秒針はやっぱり6時位置にあるから秒単位で同行する人向けじゃないぞみたいな。なるほどね。その辺はやっぱり全てに共通して、まあ、優雅に。そうです、そうです。ライフスタイルを送ってくれということで、せせこましくないぞみたいな。せせこましくないぞ、はい、優雅に過ごしている大人たちに対してってことなんですね。でしかも大事なポイントとしては、この感じだけど 100m 防水だからということですよね。泳げちゃう。色味的にちょっとやっぱり面白いことやっぱどんどん入れてますよね。ピンクゴールドとグレー。そう、イタリア人が好きそうだな、これ。だからまあやっぱりそのね、デザイナーのテラノバさんってシチリアの出身だから、はい、まあやっぱこういう感じの色って選べちゃうんだろうなって思います。普通スイス人だけだったらこうならないですね。絶対そこにイタリアの感性がやっぱ入ってるんですね。多分入ってると思いました、やっぱり。それはあのイタリアで、はい、そのいろんな男の人にこうインタビューをすると、はいはい、必ずこの4つのスタイルが似合えば、うん、男の人はかっこいいんだっていうふうに、まあ、いろいろな話を聞くんですよ、はいはい、でどういう4つのスタイルですかっていうと、男の人の生活として月曜日から、まあ、日曜日1週間を考えた時に、やっぱりこう仕事をしている場面では、うん、スーツが似合わなくちゃいけないと、うんうん、まあ、それは、まあ、大人の男である以上、まあ、仕事はしている、うん、で仕事はしている姿が一番かっこいい、うん、スーツが似合わなかったらどうするんだって言われて、まあ、とりあえずスーツ、うん、スーツある。で月曜日から金曜日まで、で土日になった時に、まあ、いろんなこうことがこう巻き起こるじゃないですか、はいはい、まあ、もちろん当然なんかのんびりする人もいるんですけど、はいはい、そういう中でやっぱ必要なのがジーンズと T シャツなんですよ。あ、対極なんですけど、スーツが似合ってジーンズと T シャツが似合う。 あと残り2つなんですけど、うん、男の人は晴れの舞台でかっこよくなくちゃいけないから、そこに、ね、タキシードがあるん
なるほど。スーツ、ジーンズ、T シャツ、タキシード、そして最後が、うん、最後が何だろうなと思って聞くと、イタリア人はいやお前さやっぱ水着なんだよって言われるんですよ、ね、水着ちゃんと肉体ができてないとかっこ悪いと。あでそこまでその4つのスタイルが全部似合えば完璧だっていうふうに言ってて、多分おそらくこのクストスの時計こういうのは全部いけちゃうんじゃないかなっていうふうになんかねさっき話を聞いてて、確かに4つのスタイルって考えると、あなんとなくこう陸海空って分かれたけど、まあ、シチュエーションに応じて使えるようになってるのはまあなんかイタリア人なんだなってすごく思いましたね。そうですね、まあいろいろ買うのももちろんいいんですけど、この1本買ってから始めていくっていうのもいいかもしれない、ね、まあ、面白いですね。これ全然あの関係ない話なんですけど、これだけ、はい、まあ、今ちょっと時計が高騰してるじゃないですか。知ってます知ってます。なのにこの高級機械式時計を買う求める人が多いっていう、でその理由って何だと思います？各国の政府が、まあ、金融緩和したって一つの理由ではあるんですけれども、ただし、はい、じゃあ例えば車買ったりとか素晴らしいですけれども、うん、維持するとお金かかるじゃないですか。車はね何台も持てないですからね。持てないじゃないですか。確かに。って考えると、まあ、特にアジア の, そのお金持ちなんかがそうなんですけども、税金も高いじゃないですか、うん、そうすると時計よくねみたいな、うん、置く場所少ないし、たくさん持てますよね。そうそう、意外につけたらあと面白いなっていうのがある。あと、まあ、アジアとかって基本的にみんな半袖だから時計目立つわけですよ。なるほど。でそうするとやっぱりね、いい時計が欲しいみたいな感じになってる。だから今時計ブーム牽引してるのって、まあ、アジアが中心だったりするんですけども。そうなんですか。わりかし、いや目立つっていうのはあると思って、でそうなってくると何が良かったかっていうと、うん、時計の作り良くしなかったら売れないわけじゃないですか。みんなどんどん目が超えていくわけですから。確かに。でそうするとね、この5年ぐらいで時計の作りってものすごく良くなってきた。あ、そうなんですね。時計業界の中でもいろいろ時計の進化って歴史の進化であるじゃないですか。ありますあります。最初教会から来てて、そうですそうです。でだんだんポケットウォッチになって、そこにラグがついて、はいはいはい、機械式の腕時計だったのが自動巻きになったりとかして、そうです。で今度1969年そうですクォーツショックもできるわけですね。できました、できました。電池でいいじゃんみたいな話になってる、うん、でさらにもう最近だったらスマートウォッチというかね、はい、アップローチみたいなのが出てきて、はい、機械式の腕時計なんて買わなくても、うん、スマホがあればいいし、アップローチがあればいいなっていう風な人もいっぱいいると思うんですよ。でもやっぱりその一方で高級機械式時計の腕時計が欲しいって人いるわけじゃないですか、うん、やっぱでも持っちゃったりとかするとやっぱ惹かれる人が多いのに納得ですよね。僕のだから友達でなんか IT で働いてる人たちも、はい、完全にデジタルですけども、あやってることがね、そう、そうですよね。だけど機械式時計が好きみたいな。で一つね、機械式時計持つメリットがあって、はい、それは何ですか？フォルツァの皆さんにもシェアする。あ聞きたい。シェアする、はい。ね、機械式時計って、はい、力が強いんですよ。クォーツ時計とかエコカーなんですよ、うん、で違いが何かっていうと、うん、はい、機械式時計ってゼンマイのほどける力で、まあ、針とか動かすわけですけども、ね、まあ、2日とか3日しか持たないわけですよ、うん、だけどその代わり力が強いんですよ、うん、ってなると、うん、針とか太くできるんですよ、うんうん、ってなってくると時間が見やすいのと、あとデザインの幅がすごく持たせられるんですよ。針細くて短かったらかっこ悪いじゃないですか。なるほど。あと時間が見やすいから、うんうん、老眼になっても大丈夫実は。なるほどね。実はそう。だクストスのここら辺の時計、はい、うん、まあ、チャレンジの C ライナーとかいい例ですけど、こんな手裏剣みたいな秒針が回ってるじゃないですか、はいはい、これクォーツだと動かないんですよ。あ、そういうことなんですか。面白いなと思ってもこれってモーターだと動かないので、うん、やっぱゼンマイの強い力でないとぐるぐる回らない。太い針とかって基本的にはやっぱり機械式だけ回せない。だからデザイン的に機械式時計に面白いものが多いっていうのは、はい、力が強いからってことで、でその強い力を全面的に押し出して、はい、太い針とか小拍子回したりってクストスは僕は面白いなって思いますけどね。でやっぱりね、そのちょっとオタクの話なんですけども、はい、結局時計の進化、最近の時計の進化って工作機械、削る機械が良くなったおかげではあるんですよ。クストスみたいなブランドが時計、はい、こうやってトノーで防水ケース作れるようになったって、やっぱりね今の技術で加工するからできたんですよ。多分ね25年前でも難しかったと。じゃああれですね、車の進化とかと似てますね。あ、似てます、似てます。車もどん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 すごいスポーティーに変化してきてるじゃないですか。そう。で昔の車見ると味わいはあるけど、確かにさっき言ったこのガラスとね、この面との
整合性が良くなかったりとかってあるわけじゃないですか。ありますあります。今の車って全部ビターですもんね。そう、ガチャッと。そのビターをやってんのがこれ。これ。なるほど。だから 100m 防水だし、なんかいろんな部品くっつけてもバシッと見えるみたいな。なるほどね。だからそのゆるラグスポではあるんだけれども、はい、実はガチガチ使えるのは、はい、やっぱ今の技術でガチッと作ってるからで、まあ、だからこれ25年前は無理だったと思うんですよ。 今生きてる僕らだから楽しめるみたいな。最先端 その技術も使ってるし、まあ、人間のライフスタイルの先端もいってるってことですね。まあそうですよね。これをつけて、まあ、昼間仕事して夜ズームとかでそうやって会議やってで終わったらそのプールに行く。プール行くと。それですね。ちょっとそれにできるようなライフスタイルに変えてきます。だから まさにその星間さんが提案されているような、あるいはフォルツァが提案されているような、まあ、ライフスタイルあってみたいなところのものは、実はクストスってすごくよく体現していて、実はしかもプラスしてそれを支えているのが、まあ、今の技術であるというのがちょっとオタク的には面白いなって僕は思う。いや、腑に落ちました。なんでクストスの魅力ってなんかかっこいいんだろうっていうのがあったんですね。でその裏の背景にはそういう今のお話っていうのを聞くとちょっとグッときますね。陸海空悩むな、ちょっと悩むからそれは一回考えます。それは考えます。値段のこともありますからね。そうですね。どうしようかな、ちょっと考えますね。まあ今日はいろいろお話を聞けて面白かったです。グッとこのクストスの魅力が伝わってきました。ね、あとは悩むだけなんで。そうですね、はい。ぜひ視聴者の皆さんもですね、ぜひですねこのクストス、いろいろ、まあ、陸海空あるのでそれぞれ、まあ、スタイリングはねいろいろできると思うので、そうですね、ちょっと悩んでいただいてこの最先端技術を利用した、まあ、最先端のライフスタイルを、そうですね、作ってる腕時計クストス、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。ということで今日はありがとうございました。ありました。このままじゃあこれつけて入りますか。そうですね、ザバッと、ザバッと